グラディウス、アーケードで開発された本作は、コナミお得意のシューティングゲームで、後の人気シリーズの、記念すべき1作目となります。整然と並んだ敵から、目まぐるしく変わる背景に BGM、そして色の違う敵をやっつけることで、得られるパワーアクセルを貯めて、実行できる数々の機体の強化、当時としては最新の技術をフルに取り入れ、瞬く間に人気作となりました。難易度も同ジャンルとしては、比較的優しく作られていますが、それでも一撃死がデフォルトとなる、難しいゲームであることに、違いはありません。特にやられた後の復活時は全ての強化が、なくなった状態となるため、後半になればなるほど復帰が難しく、一回死んだら残機があってももう終わり、となってしまうこともままありました。とはいえ、名シリーズ1作目の本作は、この時点で基本的な要素が、すべて詰め込まれた完成品として、世に放たれたのでした。難易度がかなり高い同ジャンルにおいては、抑えられた難易度ですが、それでも初心者には、かなり厳しいのではないでしょうか。慣れないプレイヤーの救済措置として、スタートボタンでポーズをかけて、上上下下左右左右 BA と押すことで、フルパワーアップする。全然隠れていない、あまりにも有名な裏技が存在します。アーケード版は明らかで、初めてプレイしましたが、このファミコン版の移植が、神移植だったのを認識しました。飛龍の剣、奥義の書、アーケード版の北葉松林、飛龍の剣という、ゲームの移植作品で、その後長くシリーズが続く作品です。中国の秘境に暮らす少年劉飛として、師匠から奪われた奥義書飛龍の剣を、謎の組織から取り戻すのが目的です。このゲームは単純に、攻撃を当てれば勝てるものではなく、心眼という相手の弱点とも言える、ところを打たないと勝てないことを知らず、逆に打たれて、なんでと何度も、負けてしまいました。また、ゲージを貯めて繰り出す、飛龍の剣は、当時のファミコン少年たちの、憧れとなりました。これも、無計画に使うとすぐに弾切れします。アクションだけどしっかり技の攻防が、描かれていたのは今でもすごいなと思います。とにかく難しいので、今プレイするのは覚悟がいるかもしれません。飛龍の剣シリーズは大好きだったので、ぜひリメイクでも良いので復活してほしいですね。特に飛龍の剣2と3が好きだったので、そのリメイクがあれば最高です。同じ思いの人は結構いるのではないでしょうか。スーパーマリオブラザーズ、ファミコンの知名度を、一気に引き上げたと言っても良い、超大ヒット作品。ゲームをやっていない人でも、名前ぐらいは知っている作品。マリオがクッパを倒して、ピーチ姫を助け出すことが目的。内容は、お馴染みとなった、ジャンプとダッシュそして、お馴染みのキノコやスターの能力を、駆使して、敵をかわしながら、4面のクッパ大王を倒すのを目指します。道中至るところに穴が開いていたり、敵がいて、敵はおなじみのジャンプで潰せますが、うっかり飛びすぎて落下や、敵の前に着地してバンジキュースです。とにかくシンプルですが、いろいろなところに隠し部屋が存在していて、ただ土管に入るだけではなく、ブロックを突き上げたり、ステージの上から入ったりと、ずっとそればかりやっていても、楽しかったです。アクション好きならもちろん、ゲームファンなら、例外なく楽しめる一本です。これ当時周りの友達みんな持ってたなぁ。
ラゴンクエスト。知らない人はいないと言える超名作 RPG であるドラクエ。今なお新作が発表され続ける本シリーズは、もはやゲームをしない人にも認知されるほど知名度の高いものです。その一作目となるのが本作です。TRPG の文化のない日本では、RPG は売れないと言われ、スタッフは、同ジャンルの難解な部分を徹底的に排除して作り上げられました。まず、システム面をシンプルに、パーティー制もキャラメイクもなし、呪文も攻撃2種、回復2種とあとは、わかりやすい効果のバフでバフのみ、目的は悪の化身、竜王を倒すという、おとぎ話で一般的な英雄譚。いずれも小学生でも十分に理解できる、わかりやすいものです。これには RPG を日本に根付かせる、という同社スタッフの意思が見えます。あとの2、3で徐々に RPG の複雑な仕組みを、理解できる、そんな長期的な計画の、スタートとなった本作は空前のヒットとなり、最高のスタートを切ることになりました。頑張れゴエモン。からくり道中、江戸時代のような不思議な世界で、大義族のゴエモンとなって、大暴れするアクションゲームです。平和な時代にそれを利用して、各地の大名が私腹を肥やして、庶民を困らせていた時代に、義族ゴエモンが、盗んだ小判を貧しい人に与えながら、諸国大名を懲らしめる旅に出た、というストーリーですが、内容的には歴史上の石川五右衛門よりも、ネズミ小僧二郎吉に近いキャラクターですね。ジャンプと攻撃を駆使して進む、非常にオーソドックスなアクションゲームで、それに加えて、アイテムを購入したり、宿屋で体力を回復したりと、RPG 要素もあるのが、大きな魅力となっています。また、ステージが全部で104と、当時としては極めて大容量なのも、舞台が和風というのも、大きな魅力で大人気となりました。しかし結構難しいのでクリアできた人は、いるのかな?と思ってしまいます。あなたはクリアできましたか?そういえば昔、ゴエモンって映画を見たことあるのですが、結構面白かったです。確か江口洋介が主演だったかな?ロックマン。ロックマンシリーズの記念すべき第1作目で、当時は移植作品が多かった。カプコン初のオリジナルアクションゲームです。当時はあまり知られてなくて、知る人ぞ知る隠れた名作でした。ライト博士の作った6体の工業用ロボットを操り、悪事を働くドクター、ヴァイリーに対抗するため、家庭用ロボットのロック、バ、ロックマンとなって立ち向かいます。ロックマンは倒したボスの能力を自分の武器にすることで、敵の弱点をついた攻略をすることができます。もともとアーケードで出す予定だったそうで、家庭用に調整されていますが、それでも難易度は高く、シリーズ屈指の厳しさで、まさにやられて覚える典型的なゲームと言えます。個人的にはガッツマンステージが苦手で、何度コントローラーを叩きつけたかわかりません。BGM も名曲揃いで、思い出すと、今でも口ずさんでしまいますね。
ルダの伝説、あのディスクシステムの名作が、カセットロムに移植されました。アクション RPG の金字塔で、今でも続編が発売されるほど、大人気となりました。内容は、見下ろし型のアクション RPG です。剣や盾、魔法そして弓矢など、サブウェポンを使いこなして、8つの世界を回り、トライフォースを元に戻して、ガノンを倒します。フィールドの敵は、しっかりと動きを見ないと勝てず、盾を持っている敵に、魔法を打ちまくって弾切れして、万事休すはよくあります。体力はハートの器を探すのですが、これも考えないと、出現させられないので苦労しました。それでも仕掛けが多くて、難しい仕掛けほどクリアできた時の、爽快感はすごいものがあります。また、裏ゼルダなるものもあるのですが、こっちはもっと難しいです。頭をフル回転したい、アクションゲームファンなら、楽しめると思います。ファイナルファンタジー。最後におまけでもう一本紹介させてください。今では知らない人がいないぐらい有名な、ファイナルファンタジーの第1作目で、ここからクリスタルや魔法、飛行船などの、基本的な世界観が始まっています。4つのクリスタルの導きによって、集まった4人の勇者が、世界を救う冒険に出発します。選択できるジョブは6つしかないですが、それぞれの特徴がはっきりしていて、クラスチェンジ後も、グラフィックが変わるのが、当時では珍しく、いろいろ試して遊んでいました。船や飛行船などの乗り物で旅をしたり、クリスタルの輝きを取り戻すために、4つのカオスを探して倒したりと、1作目からイベントがたくさんあって、今でも十分通用する内容だと思います。ストーリーもしっかり作られていて、何度もジョブを変えてプレイしましたが、エンディングを見るたびに泣いてましたね。になって